分析心理学は、スイスの精神科医、心理療法科であったカールグスタフ・ユングが創始した、真相心理学理論で、心理療法理論である。ユング心理学とも呼ばれる。コンプレックスの現象を研究したユングは、言語連想実験等を通じて、真相心理の解明を試行し、当時、精神分析を提唱していた、ウィーンのジークムント・フロイトから、大きな影響を受けた。 しかし、ユングは、リビドーの概念を、従来より、はるかに幅の広い意味で定義し直してフロイトと、決別し、集合的無意識の存在を提唱し、原型の概念において、神話学、民族学、文化人類学等の研究に通定する、深層心理理論を構成した。言語連想実験初期のユングの研究の中で、最も代表的で、 真相心理学の研究者としてのユングを世に周知のものとしたのは1904年に交換された連想実験に関する論文であった。言語の連想により無意識の内容を意識化し理解する試みはジークムント・フロイトの自由連想にすでに見られるがユングは一連のごく簡単な単語を用意し被験者に連想してもらい合わせて応答にかかる時間を測定 さらに再び最初から最後までチェックして、平均的な応答と特殊な応答の違いを浮き彫りにした。ユングは、後者の反応を無意識のコンプレックスと関連づけたが、連想実験は、単語や時間の測定数値、再現性の有無という具体的なデータが提示され、かつ統計的な比較がなされており、客観的で科学的な価値を持っている。 コンプレックスの概念応答の時間のズレが生じたり、スムーズな再生が見られない、刺激語を詳細に調べていくうちに、ユングは刺激語が、被験者自身にとっても意識されていない、何かの感情的意味を持っていることを見出した。綿密な研究の後、ユングは被験者の心には、意識されていない感情と観念の複合体が存在し、 この複合体に定触する刺激語が提示されたとき、応答の時間のズレが生じることを確認した。ユングはこのような無意識にある観念と感情の複合体をコンプレックスと名付けた。分析心理学は別名コンプレックス心理学とも呼ぶが、それはコンプレックス概念がユングの分析心理学の基本となるからである。原型の発見ユングは、 個人のコンプレックスが単一ではなく多数存在し、コンプレックス相互の関係を研究する過程で、さらに真相に自我のありようとは独立した性格を持つ、いわば普遍的コンプレックスとも呼べる作用体を見出した。それは男性であれば自我を魅惑してやまない理想の女性の現像であり、また困難に出会った時、知恵を開示してくれる賢者の現像でもあった。ユングは このような現像が個人の夢や空想の中でイメージとして出現することを見出したが、個人の無意識に存在するこのような現像が、また民族の神話や人類の初神話にも共通して現れることを見出した。集合的無意識と個体型これらの像は、フロイドの学説にある抑圧等が起こる無意識層よりもさらに深い位置にあり、 民族や人類に共通する現像であった。ユングは、このような像は、個人の体験に基づいて構成されたのではなく、人類の極めて長い時間の経験の蓄積の結果、構成されたもので、遺伝的に心に継承されると考え、これらの像を生み出す成功を、個体型と名付けた。神話的原型が存在すると考えられる無意識の、像は、極めて深く、 また民族等に共通するため、このような層をユングは集合的無意識と定義した。意識の階層をこうしてユング心理学では個人の心、魂は自我がその中心としてある意識と無意識にまず二分され、後者はさらに個人的無意識と集合的無意識に分けられた。MBTI における支配的機能と補完機能自我はその関心を 周囲の環境である外的世界に向ける場合と心の世界である内的世界に向ける場合がある。主として行為の動機を外的世界から引き出す人と内的世界から引き出す人では心的エネルギーの方向を引いては自我のありように際が存在し、ここから二つの性格類型が分かれるとされた。心的エネルギーの方向性とは別に、 心の機能類型というものが考えられ、それは合理的機能と非合理的機能の二つにカテゴライズされる。前者はさらに思考と感情に、後者はさらに感覚と直感に分かたれるため、合計四種類に分かれる。個人はその精神活動において、いずれか一つの心的機能を使用機能として使うため、 4種類の心的機能による性格類型が考えられる。さらに、内向、外向の心的類型と組み合わさり、計8種類の心的類型、性格類型が成立する。さらに主要機能を補完するものとしての補助機能があり、主要機能とは必ず別のカテゴリーに属する。例えば主要機能が非合理的な感覚である場合、補助機能は合理的な思考化。 感情のいずれかとなる。主要機能でも補助機能でもない機能は、本人のものとは自覚されず、他者に投影される傾向を持つ、劣等機能となる。なお、例えば優越機能が外交であれば、劣等機能は内交となる。また建設的な優越機能に対し、劣等機能はしばしば破壊的な傾向を持つ。ユング心理学においては、外的世界の物質の運動を、 主として規定する因果性とともに、因果性とは独立して意味やイメージの類似性、類似性によって外的世界の事物や事象、個人の精神内部の事象等が互いに同時的な相関性を持つ共時性が存在するとされる。不知個人の精神が困難な状態に直面したり、発達の過程において重要な局面に出会ったとき、 個人の心の内的世界における問題のありようと、ちょうど対応するように、外的世界の事物や事象がある特定の配置を持って現れてくることを、不知という。不知は、強示性の一つの現れであると考えられる。カールグスタフ・ユングは、フロイトをはじめとする、精神分析学の心理両方形とは異なり、当時未だ発展途上にあった、精神医学の研究者であった。 精神医学の課題は、人間の精神つまり心に起こる変調あるいは病を研究し、身体医学において成功したように、病よりの治療法を確立することが大きな目標としてあった。しかし、精神の病とは一体何なのか。古代ギリシアにおいては、転換は神のもたらす神聖な病だと考えられていたが、近代ヨーロッパはそのような見方を否定した。 とはいえ、それでは、転換とはなんで、どのような原因で起こるのか、理解していたわけではない。講義に、狂気とは、何なのかが、定かでなかったと言える。現象的あるいは症状的に精神の障害を、記述し、分類を試みたのは、クルトシュナイダーであり、シュナイダーの方法は、今日でもアメリカ精神医学会が定める、DSM において、症状記述として継承されている。 シュナイダーより半世紀前に精神の障害、異常あるいは病の系統分類で活気をもたらしたのはドイツの精神医学者であるエミール・クレペリンであり、彼は19世紀末、創発性地方の名で精神分裂病を定義し、躁鬱病や神経症とは根本的に何かが異なることを明らかにした。スイスのオイゲンブロイラーはクレペリンの疾病概念を ほぼ継承しつつ、精神が有機的な要素の連合として機能しており、この連合が何かの理由で帰り、分裂するとき、双発性地方の症状が生じるとし、双発性地方は必ずしも双発性ではないことも考慮した上で、これを精神分裂病群と名付けた。ブロイラーは分裂病が単一の精神疾患ではなく、規制の異なる複数の疾患の総称である、 可能性を主張しており、複数型で表現した。後に、単数型でスキーザフロニーと書かれるようになる。現代の知見においても、統合失調症は単一の精神疾患ではなく、複数の疾患かさらにそれらが複層したものであるとの考えが、有力である。スイスの中立比大学で、女子として、ブロイラーより教えを受けたユングは、医師としての経験を経た後、 フランスのピエール・ジャネより、心の力道的把握を学んだ。ザ・サイコジェニシス・オブ・ザ・メンタル・ディジーズにおいて彼は、ジャネ、フロイト、ブロイラー等様々な人々の仕事を挙げ、自分の臨床経験も、判断材料に付け加えながら、統合失調症についての考察を進めている。ユングは、ジャネの言うアボスメント・とジュニーブ・メンタル、心的水準の低下に着目し、 フロイトの夢分析において述べられている意識の圧縮機能、すなわち感情記憶、言葉、イメージ等の連関作用が患者の場合必要以上に緩んでしまったために統合を書いているのだと考えた。また、精神医学者として精神分裂病の患者の言動を詳細に観察研究していたユングは当時狂気のゆえの無意味な反応とみなされていた。 分裂病の患者の理解不能な言動が決して無意味ではなく、その患者が過去に体験した重要な事件を象徴しており意味があることも発見した。連想実験の研究を通じて、フロイドとは独立に無意識の力道構造を見出したユングは無意識の動力学構造を利用して精神分裂病の治療が可能ではないかとの展望を抱いた。 しかし、無意識の心理現象については未知の部分が多すぎ、ユングが学んだ正当的なドイツの精神医学には、無意識の研究は存在していなかった。しかし、ザイアの心理療法家と呼ばれていた人たちの中には、無意識の心理現象に詳しいものが多く、ジャネも、また、心理療法家として、無意識の力道理論を唱えていたのである。当時においては、ウィーンのジークムントフロイトが、 無意識の心理学と心理療法理論において名声を上げつつあり、ユングはフロイトから多くのものを学ぶことができると考え、他方、連想実験の研究ですでに無意識の研究家としての地位を得ていたユングと信仰を結ぶことは、フロイトにとっても非常に意味と価値あることであった。また、当時のドイツ・スイスの精神医学会において、ジークムント・フロイトを評価し、 精神分析を肯定的、積極的に承認したのは、オイゲン・ブロイラーであったことも重要である。ユングは、チューリッヒ大学精神科の講師であり、ブロイラーの後継者候補として、有力な立場にあった。精神分析へのユングの接近は、ブロイラーの承認を得たもので、さらに、ブロイラーは、そのようなユングに期待したとも言うべきである。こうしてユングはフロイトより、 精神分析を学び、フロイトの持っていた無意識についての豊富な知見を学ぶとともに、無意識の構造やその力道について徹底的な議論を交わした。後にユングは自伝に記しているが、フロイトの無意識理解には限界があった。それはフロイトの弟子たち、追随者、共同研究者たちにも同様に言えた。ユングの主題であった精神分裂病の力道を フロイトの理論では解読できなかったし、治療法の指針もまた提示できなかったからである。ユングは、事故の内面と向き合うために、中立比大学講師の職を辞し、1913年、フロイトのリビドーの定義を拡大させた、自身の心理学を分析心理学としてこうに公表するとともに、フロイト及びその学派と決別した。これをもって、彼の精神の破局だとみなし、 ユングがこの時期精神分裂病に陥っていたとする見方もある。しかし、この時期を彼の想像の病の時期とみなす見方もある。事実、ユングはなおも不屈の意志で研究を続け、一見無関係に思えていたことが、実は深い関係があることや様々な無意識の働きを見出す。ユングは湖の近くに購入した家を赤梢の助力を得ながら、 徐々に増築し、それが自己の表現の一環となっていたことに後で気づいた。彼は実質で瞑想の時間をしばしば持った。研究の進展に行き詰まり、心をさまよわせていたユングは、紙の上にイラクガきを描いていて、なぜかそれが縁に似た形へと向かっていることを見出す。後に、マンダラの研究としてまとめられた、心の全体性の象徴としての縁イコールマンダラは、 このようにして、ユングに自覚されたものである。ユングは、フロイトとの決別以後は、精神分析的手法とは別の治療法を模索した。最初は、方向喪失していた、彼はそれでも、患者と向き合い続け、やがて患者の無意識の流れに任せることに、治療的意義を見出した。1920年、フロイトとの決別の7年後、ユングは、45歳で、 心理学的類型サイコロジカルタイプを交換し、彼自身の独自の深層心理学理論を発表する。ユング心理学の集合的無意識と原型の概念は、神話学や民族学、宗教学や文化人類学の研究者に大きな影響を与えた。チューリッヒのユング研究所が主催したエラノス会議には、心理学、宗教学、神話学、 民族学等の多様な研究者が出席し、会議において発表された論文は、学際的な研究成果として意味を持った。神話学者、カール・ケレーニー、宗教学者、ミルチャ・エリアーデ等は、ユング心理学より多くを学んだ。かつて、ユングの患者であったヘルマン・ヘッセも出席したという。その一方、ユングが生前、錬金術や超常現象の研究なども施行し、 教授性を、先生術、テレパシー、予知等を説明する原理としても考察したため、超常現象研究者やオカルト的宗教が、その主張を一挙させる科学理論として、ユング心理学を利用するというような事態も生じた。ユングの構成概念は、臨床心理学から一般心理学へ取り入れられた数少ない概念のうちの一つである。 1972年に発表されたドゥルーズガタリのアンチオイディプスはフロイト精神医学の全般的批判を繰り広げたが、その中でユング的な方向性、無意識の多方向性を機械上無意識というイメージを持って展開している。それはユングが統合失調症を解明しようとして挫折した方法を洗練された論理によって成功させたものと言えよう。ありがとうございます。